ももいろクローバー Z の佐々木彩香が総合プロデューサーを務めるグループ、浪江女子初組合の 1ST アルバムが2022年に発売されることが発表された。これは本日9月25日に東京、明治座で開催された東京都内在住者限定のライブ浪江女子初組合出張公演、ももクロさんお先に失礼します。で発表されたもの。浪江女子初組合にとって初のパッケージ商品となるアルバムのタイトルや収録曲などの詳細は後日発表される予定だ。またアルバム発売に先立つ今年12月11日には東京永遠キューブ渋谷、渋谷公会堂でワンマンライブが開催されることも明らかになった。こちらも詳細は後日アナウンスされる。